全国1億2000万人のケルヒャーファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。実は私のケルヒャー K4 完全にお亡くなりになってしまいました。例のごとくバラしてみたんですが、ダメでした。ということで、新しい高圧洗浄機は蔵王産業ビットリオです。見せてもらおうか、ビットリオ Z4 とやらの実力を。それでは箱から出してみましょう。ビットリオ Z4 は蔵王産業の家庭用高圧洗浄機の中では最上級機種です。まあ最上級機種って言ってもケルヒャーの一番高い K5、K5 に比べたら半値以下ですけどね。これはメスカプラーです。そして給水ホース、ガンです。バリオジェットノズルにサイクロンノズルです。10メートルの高圧延長ホースもついてます。ガンホルダーやノズルカバーを取り付けて、本体と高圧ホースを接続します。こういうのって使い始める前の儀式、こういうなんていうかね、準備がめんどくさいですよね。はい、 OK。給水ホースを水道につないでスイッチオン。今日は家の入り口のコンクリートの部分を掃除してみましょう。なかなかいい感じですね。サイクロンノズルはケルヒャーより使いやすいような気がします。ノズルの回転はケルヒャーより遅いですが、水圧はこっちの方が高そうです。ノズルの回転が遅いので跳ね返ってくる水の量が少ないような気がします。これは使いやすいですね。はい、終わりました。なんか楽しくなっちゃって駐車場まで掃除してしまいました。綺麗になりましたね。ここは夏の間天気が悪かったので苔が生えちゃって、綺麗にしたかったんですよ。ビットリオ Z4 使ってみた感想ですが、音はケルヒャーの K4 と大して変わりません。そんなにうるさくありません。ケルヒャーよりちょっと音が大きいかなって感じです。バリオジェットノズルはこの拡散の調整幅がケルヒャーより大きいです。ノズルを低圧側に回すと洗剤を噴射することができます。バリオジェットノズルの使い勝手はケルヒャーの方がいいような気がします。さすがケルヒャー、恐るべし。サイクロンジェットノズルに関してはこちらのビットリオの方が使いやすいです。これはおすすめです。さすが国産、蔵王産業、恐るべし。このビットリオ Z4、一つ下の Z3 との最大の違いは、高圧ホースをリールに巻いたままでも使用できるところです。ホースを全部出さなくても必要な長さだけ引き出して使用できるのは結構便利です。はい、 OK 牧場。これはケルヒャー K4 のアタッチメントです。
結構いろいろアタッチメントも揃えちゃったんで、このビットリオにつくかと試してみたんですが、つきませんでした。残念。今回ケルヒャーの K4 が壊れちゃったので、ザオ産業ビットリオ Z4 に買い替えてみたっていう動画をアップしてみました。なんてったって国産ですからね。ビットリオおすすめです。それではまたね。楽しい自転車